ユーチューブ。2番がトミーちゃん。トミーちゃん1番。あ、トミーちゃん。2番がトミーちゃん。で、3番がジョー君。で、4番が梅。で、5番がキバさん。大丈夫じゃねえだろ、お前。で、最後のイエイということで、皆さん、いいっすかね。じゃあ、本番は一つ皆さんよろしく盛り上がっていきましょう。で、よしきがですね、今日、本当はもちろん来るはずだったんですが、まだ、ロサンゼルスの方でですね、レコーディングを、ちょっとやっていまして、本人は当然今日の今日まで帰る予定だったんですが、先ほど、残念ながら、帰ってこれないという連絡が入りまして、もちろん本人すごく来たがっていたんですが、そういう事情で、今日は、出席できない模様です。その辺を皆さん一つご了承していただきたいと、思うんですが、その代わりにと言っちゃなんですが、うちの仲間たちをちょっと呼び寄せたいなと、はいはい、それでは X のヒデちゃん、ヒデなんですか、その手に持ってるものは。本人に水割りの方の道はロンパルームのクマさんの人形、ヨシキ人形。いろいろ大変なんだよね。パタンさん、パタン、パタン、パタさん、どうですか、エクスタシーサミットは。なんでしょうね。気合いなのよ、おらエサ気をつけこんな時代やからさか安売るで。実はライブの最中にジョージが、はい、頸椎症性神経根炎ということで今入院中です。残念ながらお休みさせてくれっていうことで、夜の体勢っていうんですかね、夜の体勢からこう朝の体勢に変わる瞬間にちょっと行ったみたいです。わかりますよね。たくさんの俺たちの無敵仲間がみんな集まってくれて、はい、最後の共演をしようと思っておりますので、みんな最後だから一つ、お前ら分かってんだろうが、やるのかやれ。最後です、最後だけど、お、最後だけど、最後だけど、ここで電話がかかってます。え、何、電話がかかってきました。電話、かかってきました。もしもし、なんかピアノを弾いてるやつがいますね。誰かピアノを弾いてます。おーい、
もしもし。もしもし。もしもし。よしき。誰？俺だよ。誰？誰？歓声を聞いてくれ、歓声を。2万人の客がですね、ヨシキさんのことを今日待っていたんですが、ごめんなさい。ちょっともしメッセージがあったら一つ。メッセージですか？はい。そうですね、今日は急に帰れなくなっちゃいまして、ごめんなさい。なんとかな。はい。今ロサンゼルスにいまして、で、X の方のレコーディングをやってます。で、ピアノ撮りを今やってまして、一日も早くみんなに聞かせようと思って頑張ってるんですけど、なかなかうまくいかなくて。はい、はい、まあ、そういうことできっとみんなも納得してくれと、してくれたと思うんですけど、みんな大丈夫か。電話を通じてですね、ここにいる大阪城ホールのみんなに気合を入れてほしいと思います。よしきさん、正義の葬式女、勝利いただきます。
はい、今日は、エクスタシーサミット、はい、ついに始まりましたけども、はい、まあ、大阪城ホールで2日前にやったんだけど、その時はですね、実は、エクスタシーの大将がですね、はい、実は来れなかったんですね。来れなかった、で今日はどうなんでしょうかね。翔さん、なんか情報掴んでませんか。全くね、ヨシキ様についてわからない。わからない。僕はですね、一応ヨシキのですね、はい、LA の方にですね、電話かけまして、はい、とりあえず留守番電話になってました。ロスにはいない。ロスにはいなかったみたいですね。だから税関で捕まってるか、あるいはまた他へのところに行ってるか、るあるいは東京に来てるか、ちょっとどうか分かりませんけども。というわけでですね、はい、今日はその前に、実はみんなにですね、X の新しいメンバーを、ちょっとご披露したいなと思うんですけども、じゃあ呼んでみましょうかね。じゃあ X のニューメンバー、ヒース。今日の今日にかける意気込みは。頑張ります。ということでした。 X のヒースさんでした。ありがとう。今日は X サミットなんで、はい、一つ、はい、みんなで盛り上がっていこうぜ。最初のメンバー紹介しましょう。はい、最初のバンドはルナシー。ルナシービガーが武道館の出番前なんですけど、やっぱり武道館の声援はいつ来ても気持ちいいです。今日はですね、身も心も真っ白に真っ白に洗濯してきた僕らを同じように進めてもらいたいと思います。いきます。だけど今は突き切れたこと、夢を抱きしめ
3つのグループが参加することになったの。ディープ、メディアユース、ゾルゲ。これからね、3つのバンドがバンバン、ね、演奏しますからね、これからも応援してね、紹介します。そのディープ頑張ります。テンション高くやってみようと思います。あ、今度ジュニアヘッジュ、あ、ジュニアじゃない、ストロー級のチャンピオン狙ってます。頑張ります。
っちなんか分かって世間で呼吸しようから不安たまんしろ見える自分の心臓ブランスだね怪しくもらったね大輔です。よろしくお願いします。ドラムの加藤です。高一です。よろしく。ベースのひろきです。ギターの清志です。気持ちよかったです。イエーイ。
楽しかったです。またやりたいね。ドラムのレイです。今日は武道館でやらせていただいて、幸せに思ってます。以上です。ギターのアキです。やっぱ結構あっという間に終わっちゃいましたけど、すげえ楽しかったんで、それでみたいなことですね。またぜひ機会があればやりたいです。あ、ボーカルの春彦です。今までサミットは、メンバーバラバラで結構出てたんですけど、今回初めてバンド出ました。嬉しかったです。もっとたくさんやりたかったです。だからね、もう今年はこういうのやめようって俺は言ったんだよ。俺はピンポッパンのお兄さんじゃないんだから。みんな舞台に集中。あんた誰だ、あんた取れよ、ほら行くぞ。手が上がってんじゃねえか、手が。お前は誰だ、お前は。取ってみろ、それ。そうだよ。剣じゃねえかよ。誰かと思ったら、じじりの剣恥ずかしくないのか、お前は。誠一。お前なかなかかっこよく決まってんじゃねえか。袴が後ろ前だよ、お前は。それバカったれや、最後のバカったれは誰だ、お前。疲れた。おめえは入院してろ、入院。誰のせい。病院からわざわざこんな格好するために来るんじゃねえよ、お前。なんで俺こんなことしてんの、こんなとこで。誰がこんな格好してる人、誰が。大将がさ、こういうの好き。大将が。大将、誰がこんな格好してる人だ。うちの組長がちょっとね。組長、誰がこんな格好してる人。うちの親父だ、親父。親分、誰がこんな格好してる人。責任者。責任者、責任者がいるのか。責任者、責任者出てこい。責任者出てこい。責任者出てこい。ほらよしだよ、よしだよ、よしだよ。マジでやってんだもん。おめえがやるって言ったんじゃねえかよ。冗談に決まってんじゃん。俺なんかお前、この下にお前
ちゃんとチンポまでつけてんだぞ。チンポ見ろよ、チンポ。みんなに挨拶。緊張してます、よしきです。おとといの、大阪城ホールは、本当帰ってこれなくて、もし行った人いたらすみませんでした。昨日の晩、帰ってきまして、またすぐ帰りますけど。よしき、後ろ。久しぶりです。じゃあ今日はこの後でみんなとなんか楽しくやりたいと思ってるでしょう。そうですね、まあ何が起こるか分からないと思って大変してますから長かったですね。皆さんも親分の命令に従っていただきましてどうもありがとうございました。どうもこれからが力の使いどころです。よしきと一緒に紹介しましょう。次にやるのは東京ヤンキー。いや、クソいつも通りだよきっと。いや、今日はみんなの力を借りていつもの倍以上のライブにしたいと思ってるんでよろしくなんてねよろしくお願いします。
俺たちのこと知らねえ姉ちゃんも兄ちゃんももうちょっと力貸してくれよ。イベントってこったから去年も出てくれたけど、うるせえうるせえ、騒ぐのは名前言ってからにするバカ。またよ、今年もヒデちゃんとパターが出てくるから。
できれば掛け電話つけていただきたいですね。お客さんが見えないからみたいな。見えてる。明るくしても後ろ向きやん。上がすごい上が。誰かいますよ、そこに誰か。誰ですか、あんたは。もう。今日気合入ってるんですよ。爆発です。さあ、そういったわけで楽しんだ時の次は今度は、はい、スクリーミングマッチ王者サイコシスです。楽しんでください。どうもありがとう。頑張ります。
です。ジョージ、それちょっとその首だけ説明しろ。首だけ、いや、あんまりみんな知らないと思うんだけど、うん、ちょっと大阪のお前は出るの好きだな、お前は。ジョージがさっきなんか楽屋でね、うん、あの一人で寂しいって言うから、うん、いや、すごい。どうしたの？いや、ちょっと年がいもなくライブ真面目にやったらこんなになっちゃって。同じ先生のとこ行ったんだってね、日本でね。お前体弱いんじゃないか少し。次は柔道のラインです。どうぞ。頑張ります。頑張ります頑張りますか言うてん。頑張るよ。やりますよ。めーんやっぱ武道館やな。お前らラストに行くぞ。ラストに行くぞ。俺が言うことを復唱しろ。殺せ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 。Show the world, no, it's the oxygen.
までと未来受け取くのなかれみちゃんもうそれないやいやいや早くいろんなこと聞かないとまた出たがりがしといてまた出て何なんだお前は出んの好きだね君はなんで好きなのそんなにあんまり日本にいないんでなるべくみんなと会いたいと思って女のつけてる好きな香水は何龍一は女が何をつけてるのが一番好きですか？あんま香水知らないんで、ええ、やっぱり石鹸の匂いが石鹸お前ら明日から洗濯石鹸で体に焼けよそして、ゆうしきはどんな匂いのする女が好きですか？いや、僕香水はすごい好きなんで、はい、コレクターなんですよ、はい、で、いや、何でもいいんですけど一番好きなのはだから、まあ、ココ・シャネルとか、プアゾンとか、シャネル、プアゾン、エタニティって、今、一番好きなんですけど、なんですか、マタニティ、エタニティ、エタニティ、でも、匂いじゃないですよ、女の人は、そんなんです、分かったー、さあ、次のバンドは新規です7番ジキルです今日は一生懸命頑張ります審査員の先生よろしくねバーイサンキュー頑張りますWe'll be right back.
ロンさんは58歳です。庄司さんには23歳の息子がいます。庄司さんの旦那さんはもう死にました。あ、嘘です。そうです。トシー、トシさん、はい、どう今日は。いや今日は本当盛り上がってますね。こんな盛り上がり俺初めてだよ。去年より絶対盛り上がってます。すごいすごい。ああ、さあ早いとこ質問しないと、はい、また誰か出てきてしまいますからね。出てこないうちに話を進めたいと思いますけども、はい、大丈夫ですね、うん、さあそれじゃあトシに話を聞きます。トシ、頭の中に好きな女のイメージを思い浮かべてください。好きな女ですか。あ、来た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 。好きな女と今います。好きな女と今あなたは一緒にいます。さてどこにいますか。ここにいます。庄司さんですか。まさか恐れ多いこと。好きな女ですか。ここにいっぱいいるじゃないですか。次はサイレントいやらしい。サイレントいやらしい。これすごいだろ。今までは大好きなバンドの曲を このメンツでコピーするからな。とりあえず手柄暴れろよ。暴れろよ。いいか、おい、その元のバンドのボーカルの人の真似をして、やろうとも浮気ねえか、やろうとも浮気ねえからな。
このお祭りに参加してくれてどうもありがとう。わあ、今日はこのスペシャルエクスタシー無敵バンドでフィナーレを飾るぜ。今日はこんなどでかい企画をやりに LA からわざわざ帰ってきたエクスタシーの大将を呼ぼうか。よろしく。8月6日に、ロサンゼルスに立って以来、ずっと3ヶ月ぐらいかな、向こうでいて、で久しぶりに東京に帰ってきて、でこんなみんなに集まってもらって、いつものように無敵セッションを決めるぞ。
Baby, I'll be the one who's